高級品の三味線には音響効果を高めるために胴の内側に綾杉彫りという特殊な彫りを施します。その数一丁分で千本以上、一本の欠けも許されない細心の注意を必要とする作業が続く。鍛え抜かれた技から生まれた見事な綾杉。次は胴付けの工程です。あらかじめ4枚を縄でまとめておきます。皮を塗って4枚を接着し、煮皮を柔らかくしよく浸透するよう火取りをします。皮をよくなじませた後、くさびを使って縄を締め上げていきます。そして完全に乾燥させます。4枚が接合された像は、次に竿や天神と同じように磨きに入ります。胴の角がきちんと出るように磨く技術は熟練した腕にかかっています。こうして胴は完成します。次の工程は胴仕込み金物打ち、糸巻きすげの作業です。竿と胴は金物も接着剤も使わずに接合されます。付け根の角穴、そして先の丸穴をきちんと合わせます。長い間の使用に耐えられるように、固く緩まないように仕込むのは至難の業としか言いようがありません。薄い糸蔵を割らないように、独特の焼き抜きという道具を使って金物を打つ穴を広げます。糸巻きを通す2つの金物をバランスよく打ち込む作業も大変熟練を要する作業です。そして糸巻きすげです。